ジャネット・ピカリング・ランキンはアメリカ合衆国の政治家、史上初の女性アメリカ会議員。生涯を通じて平和主義者として活動し、アメリカ合衆国が第一次、第二次大戦に参戦することに対して、ただ一人両方に反対したことで知られ、ベトナム戦争での反戦活動の先頭にも立った。アメリカ合衆国、モンタナ州水浦で、牧場主と教師の子として生まれた。 1902年モンタナ大学卒。1908年に社会奉仕活動の経験を始めるきっかけになったニューヨークに移住。その後シアトルのワシントン大学に入学し、初期の選挙権運動に参加。モンタナ州での女性参政権容認に重要な役割を果たしたうちの一人と言える。九百十六年十一月七日、会議員に共和党から出馬して、 モンタナ州選出議員として当選。1917年3月4日に初登院した。1年もしないうちに第一次世界大戦への参戦を決める議決において、彼女は他の55名と共に反対し、新聞などで非難された。戦争には反対したものの、戦費調達のための自由交際を購入し、また徴兵令には賛成した。1918年、 共和党上院議員候補の指名を受けようとしたが、得られず、無所属候補として立候補したが落選。その後、約20年間、ワシントン DC で、ロビーストとして活動した。1940年、反戦を政策に掲げ、再び会議員に当選した。1941から1943年、在任。真珠湾攻撃の後に開かれた議会において、 女は戦争に行けないから、私は他の誰をも戦争に行かせることができない。と発言して、会員で唯一、海戦、対日戦線布告に反対、対独、対戦線布告には態度を曖昧にした。次の選挙には出馬しなかった。その後、何度かインドを訪問し、マハトマガンディーラ同士の平和主義者と会談した。ジャネット・ランキン1968年、 ジャネット・ランキン・リ団と名乗る5000人を超える女性を引き連れアメリカの国会議事堂に向かって更新し、ベトナム戦争への介入に対し反対をアピール。1972年全米女性機構が彼女を偉大な女性改革家としてスーザン・アンソニー名誉の殿堂を入りに選出し、他年の活動に感謝の意を表した。1973年カリフォルニア州のカーメルにて死去。 1985年、銅像が連邦議事堂内国立彫像ホールコレクションに飾られることになった。ありがとうございます。